ジャニワカチャンネル。よいしょ。よいしょ。今日は平野翔くんの暴露をね。暴露。はい。してね、もう炎上ねして炎上してしても炎上しきった方がいいんじゃないかなっていうね。あ、もう中途半端にするから。そう。みんなもう話題になるけども。そう。変に嫌なこととか言うけども。そう。もう全部もうまっさらにしようと。まっさらにしようと、もう最後にこれも炎上させてやろうという。その情報があると、それまた平野くんが炎上しちゃうような。炎上しちゃいます、これは。大丈夫ですか、それ。大丈夫ですよ。あっ叩くの大丈夫ですよ。あれあれ平野翔くんが、その、あることを、あるかきっかけで、まあ、皆さんも、まあ、ご存知だと思うんですけど、何やろ、まあ、ジャニーズのね、まあ、あることを、あることがきっかけで、すごい、もうそこからもう恐怖症になってる。皆さんも、まあ、知ってると思うんですけどね、さっきの君のあること、ね、ちょっと怖い、これ恐怖症になってて、何言うの話してるの。そう、うん、もう言っちゃいますけれどもね。いいんですか。はい、平野翔くんね、イクラを恐怖症なんです、うん、イクラ恐怖症、イクラを見ると、鳥肌が立っちゃうって言うんですよ。いくらあのそう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 、あの集合体恐怖症になっちゃって。あるけどね。そうあるけど、なんかそのいっぱい同じものロケで、いくらって生で食べたら美味しいやん。美味しいですね。炊き込んじゃって、ほうほんで炊き込んで、おうおう軽く硬くなってるいくらとか食べてめちゃくちゃまずくて。あ、なるほど。そういうのもそれも相まって、相まってもう集合体恐怖症になって、ふわーってとか気持ち悪い。イクラとかも集合体見たらうーって言ってた。あるけど立ち直ったんだよね。あ、イクラってなったんや。イクラが表情らしい。かわいいな。あ、炎上症なるか。イクラ見たら鳥肌立っちゃうなんてひどいです。そんなスレッドあっても多すぎな。そんな記事載っててもへーとしか思わない。イクラさんに謝ってくださいみたいな。なんでイクラさんに謝って。それこそめっちゃ踊る。何回謝るな。確かに。もう跳ねる前にずっと謝っていただきますわ。お笑お前それもカッカスカスなんだ。ちなみにのび太は何、なんか恐怖症みたいな。恐怖症か。最近そのそれこそジェットコースターとか怖かったね。あ、昔は行けてた。昔めっちゃ平気だったのに最近怖くてきた。あ、そう。だ余裕と思って久しぶりにそれこそなんか行った時に、はい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 、怖くて、あ、急に変わるもんな。急に変わった。はぁ、あ、あ、なるんや。ちょっとそれ自分びっくりですね。あ、なるほどね。なんかあります恐怖症。俺の恐怖症は、みんなが悲しい思いすることが恐怖かな。終了。